前科3番893番ちょい鬼太郎です。本日はこれえどうだと思います。北九州小倉ですよ。この小倉の街並みを見ながら、皆さんと観光案内、いやいや違います。違います。情報をいただきましたえー、これはえ地元の方からの今はこういう風になっているよ。北九州がということなんですね。ここが小倉北署立派な建物ですね。工藤会本部より立派ですね。あの、治安を守るということで、この立派なここに。 工藤会を壊滅みたいな横断幕があったと言われている、もう横断幕が取れたってことは壊滅したぞということなんでしょうか。ここに、あの、全国から警察官が集まって、この工藤会をやっつけてやろうという意気込みのもとにやっつけてしまったんですよね、今。で、今は、この北九州小倉、どういうふうになっているかということをいただいたこの動画と、実際の声をいただいたことで検証していきたいと思います。そうなんですね。あ、これはすごいね、建物でございますね。 はいそして、この、まあそこから少し移動したところに、境町安全安心センターというこの建物があります。まあ安全安心のセンターなんだって思えばあれなんですけど、普通こういった建物って皆様の町にありますかだから安全安心センターがなければいけないぐらい恐ろしい町であったということの証しでしょうか。今はひっそりとしてます。使われることがなくなって、それはいいことでしょうね。まあこれぐらいのことをしないといけなかったっていうぐらい治安が悪かったと。 言わざるをななないといととうううようなことなんでしょうか。そして進んでいきます。これはちょっと飲み屋街みたいなとこなんですか。ちょっと奥に入ったところと思われる。ここが不動会の田中組の事務所があったとされる跡地なんでしょうか。 横にあるこの情報によりますと、旧工藤会本部事務所、そして工藤会系田中組の本部事務所の3箇所を撤去するっていうことの一部だと思うんです。どこかだと思います。ここがもう撤去した後と、もう立派な事務所がありましたけど、これを撤去したということですね。そして、え、移動しまして、このなんか立派な正面、立派ななんか建物があります。ここの横が、 あの、この空き地になっているところが、工藤会本部の跡地なんでしょうか。まあ、なんか私が見たところ、もっとこれ、広いようにも。 思いますかあそうですね、ここですね、こちらですね、後ろの写真の家のところといって、ここに工藤会の、えー、本部事務所があったところですね、まあ、ここに横になんかプレハブ小屋が建って、子供たちが描いている絵とかがあってね、もう今、ほのぼのとしたような感じになってますが、もうこの跡地の再利用っていうものが決まったようで、まあそれはまあね、地域の方にとってはいいことだとは思いますが、これが、 そういう風になったみたいですね。建設資金10億円。工藤会本部施設に北九州市が財政を、財政支援を受けて、北九州市として NPO 法人。なんかちょっと難しい字ですけど。希望の街プロジェクトということで、クラウドファンディングやふるさと納税を活かして何かできるそうですね。まあこれは、あの2024年10月に完成予定ということで。まあここにああ新しい建物が建つということですね。10億円もかけて。 はい、なるほど。そういうことですね。はい。で、進んでまいります。さあ、これ、場所は変わりまして、幹線道路沿いで、ここに、そうですね、情報によりますと、この位置になんか黒塗りの車がずらっと並ぶぐらい、当時は賑やかだったということなんですが、ここの事務えマンション、この近くのマンションに、工藤会計の組、事務所が何社か入っていたっていうことだっていうふうに聞いております。 ちょっと私もね、確認しない。ここが、多分ここの、あの、今あ、空いてるところ、この空き地のところが、まあ、工藤会系のユニオン田中っていう風になってる田中組の何かの拠点だったという風に聞いております。そこも撤去されたということですね。そしてこのマンションにいくつか組関係者の拠点が入っていたっていうことですね。こうやってえポストがあります。まあ、この、 閉じられてるところがもう使ってないというところなのか、ここにいくつかその組関係者のものが入っていた。さあ、場所は変わりまして、関西の住宅街、あの自然豊かなところであります。そうです。皆さんお気づきですね。ここはもうあの、野村総裁のご自宅、自宅の周辺になっております。こうしたあの、まあ、高級住宅街ということで、そうですね、右手に見えます。で、右手に 見えるのが野村総裁宅でありまして、そうです。このような山田緑地公園というね、すごくこの公園の入り口の手前にあったんですね。こういうふうに。でこれ U ターンするような形で、さあ、ここが、 え事務所、まあ、もう人が入らなくなって何年になりますから隣のと草とかもね生えています、えー、植木もちょっと伸びているっていう感じで当時であれば考えられないねもうこう人が使わないとこういう風になる、まあ、これでも綺麗には見えますけれども前世紀の頃を比べるとちょっとねなんか物悲しいこ,この豪邸が廃墟みたいになってしまうのかというふうに思ったりもしますが監視カメラもありますしこの兵石垣と兵刑務所の兵より高いよ、ね、いうに感じますがはいここですね金文字でのぶなと。 というふうに名前が書いてあります。この野村総裁の自宅でございます。ここにあの、警察が盾を持って並んで、ここから逮捕され、収監されるというシーンが、昨日のことのように思い出されますが、ここがその現場となったところですね。まあ、ここが、その逮捕から全てが始まったということでも過言ではありません。もうそれでもやっぱり綺麗になってますね。はい、ここ正面のところで、あの、赤い紙が、赤い縁取りで、これは使ってはいけませんよっていうことが書いてあるものだと思います。ちょっとここからだと字が、 あの、読めませんので、隣のこれ、駐車場にかかる門でもありますね。はい。ここに、ここの横に、まず別棟で建物が建っていて、そちらも制限がかかっていることだと思います。ここももう草も生えて、伸び放題になって、もう使ってはいけないということで、入ってはいけないということなんですね。だからね、この物悲しさも感じますが、はい。これ、車から取っているんですね。車から取ってもらっていて、このい、 近くまでいる。さあ、ちょっと不思議な光景。これ、物置でございますね。隣の先ほどからちょっと離れた、少し離れた空き地のところに物置があって、そこ、まあ、掃除道具だとか、そういったものが入っているんだと思います。詳しいことは私もわかりませんが、その物置に対しても使用制限がかかっている。ここは使っちゃいけないぞと。その手前の柵もなんですね。これは公共のものではなく、自分のものなんで、それも触らせないぞという意気込みなんでしょう。ね、まあ、そこに書いてあります。この使用制限という赤い縁取りで、 文字が書いています。この距離からだとどういうことが書いてあるかちょっとわかりませんが、もう少し近くに寄ってもらえれば、 わかるのかなっていうふうにはします。この網もちょっと剥がれてですね。これはこれで。この事務所を現に管理している指定暴力団員、または現に使用していた指定暴力団員は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、第30条の11第1項の規定により、この事務所について使用制限の命令を受けています。期間、令和2年12月25日から令和4年9月24日まで、福岡県公安委員会、この表彰を 損壊、汚損し、または上期間中に取り除くと処罰されますと。と厳しい言葉でね、こう、ダメだよって言ってありますね。これをだから皆さんね、いたずらでね、剥がしたり、落書きしたりすることでも罰せられるよっていうことなんで、危険な紙なんでね、触らないようにということです。そういうものが、 この手前にもある。だから、この柵もダメっていうことですね。はい。そういうことになってますね。うん、もう、ここは使われなくなって久しいということでいいんでしょうか。まあ、まあ、ここには入る、まあ、入るなっていうことなんでしょうね。はい。ということになっております。で、まあ、あの、聞いている情報によりますと、じゃあ、北九州の繁華街、街ではどうなんだ。もう、めっきり、その、 暴力団、ヤクザ風の方はいないし、町はね、やっぱりコロナの影響もあってか、閑散としているというようなことも聞きます。一時のね、賑やかな形ではないし、まあ、その暴力的なことっていうのはないよっていうことなんで、町は安全になったということなんでしょうか。まあ、警察のね、ご尽力の買いもあってそういうことだというふうにしておきましょう。まあ、まだあの、裁判は全部終わってませんし、総本部の跡地のことは決まったということで、これは町が 安心安全になっていくのでしょうか。まあ、でも、町の方のね、意見はどうなのかな、ということで、北九州の人たちね、このコメントで、こうなったよ、良くなったよ、とか、あの、どうだよ、っていうことを聞かせていただけるとありがたいな。私は、あの、直接言ってるわけじゃないので、この動画を提供されて、された方のやつを見て、情報を入れて、このお話しさせてもらったと。まあ、あれだけの事件があって、あれだけのことがあって、まだ今、裁判が、総裁、会長、理事長というふうに、まあ、一審では、総裁、会長は出ております。総裁会長は出て ております理事長のはあの休憩ということになってまだ判決まであの確定まではいた至っておりませんけども現場の事務所ではこういうふうになっていっているということですねそれが少しでも皆さんになんとなく分かっていただければということでさせていただきました、まあ、このあとやっぱり新しい建物がどういうふうに使われるのか裁判の,あの推移がどうなるのか工藤会自体がどうなるのかということはまたあの日をあた改めましてお話しできる機会があると思います以上です